俳優、松山健一、38、が来年度前期の NHK 連続テレビ小説、虎に翼、で朝ドラ初出演することが2日、発表された。女優、伊藤沙莉、29、演じるヒロイン、猪爪虎子の放送としての歩みに大きな影響を与える人物で、裁判官の桂葉藤一郎役。堅物で腹の内を決して見せないため、周囲の人々も彼を掴みきれない。虎子に対して、女性が法律を学ぶことに疑問を呈する、法の世界の手強い先輩だが、実は甘党というキャラクターだ。松山健一のコメント、この度出演させていただくことになり、とても嬉しく思っています。僕は15年前から朝ドラに出演することを目標に俳優活動を続けてきました。このタイミングで目標が達成されたことを考えると、活動を続けていくことが大切なことだと、改めて感じました。視聴者の皆様の、心に残るよう僕自身も楽しんで演じていけたらと思います。また、法学者、穂高重親役は俳優、小林薫、71、が演じる。女子教育に熱心で明律大学女子部の立ち上げに尽力し、教鞭を取る。おおらかで何事にも動じないが、ひょうひょうとしてお茶目な一面も持つ、法の世界における虎子にとっての、生涯の師、となる。